さあ今週の土曜重賞はクイーンカップ、まあ、個人的にはね2009年の10万馬券がね生まれて初めての10万馬券になったという非常に相性のいいですというふうに思っているんで、まあ、今年もですね、8年ぶりぐらいにねここをねあのクイーンカップの大きい馬券という形ことで言えばねあの大ホームランを打ちたいなというふうに思っております。まあというわけでクイーンカップの特徴ってことで言えば結構ねオークスに向けてオークスの穴馬ここ勝った馬がね、その後オークスで穴を開けるなんて例がね、昔から散見される。まあ考えてみれば、東京競馬場でやる牝馬限定の重賞ってなんか、これが最後なんですね。まあなのでね、東京競馬場適性がある馬。そして、オークスって結構マイルまで距離が持てば、そのまんまね、あの、牝馬同士でスローになるんで、西馬2400こなせちゃう。オークスはこなせちゃうなんていう傾向があるんで、ってことでね、逆算してオークスで狙いたい馬を買えばいいんじゃないかななんていう気もしてくるわけです。という意味で、今回の特注馬、5番人気、ハナレイムーン。この馬のね、お兄さん、キロハナっていう馬もね、去年同じくディープインパクト3区でね、トライアルまで勝って、そこで怪我しちゃって、クラシック戦線出れなかったという馬なんですが、素質はかなり評価されるべき馬だったと思っております。まあ、そうするとね、それと同じ血統背景、ディープインパクトに母父、キングカメハメハっていうのもね、配合としては面白いということで、まあ、あの某 POG でちょっと取ってたりするという意味もあってですね、これはオークス狙える馬だろうというふうに信じてます。まあ一戦一勝ってキャリア不足は気になりますが、まあ、あのそういうオークス狙いの馬とかをね、買ってきゃいいんじゃないかなということで狙いたいと思います。まあ、そしてここから、上から順番に1番人気アドマイアミヤビ。まあ、この馬ね、あの、シンバこそ負けたものの未勝利特別と見事な連勝でね、まあ1番人気に押されていると、この勢いは変えるということで、この馬は変えていきたいと思います。まあ、そして2番人気フローレスマジック。この馬もね、父ディープインパクト、母父ストームキャットってね、いかにもオークス勝ちとそうだ決闘ということでですね。あとはね、金曜から雨予報。この天気予報を見ると、初勝利が確か重馬場だったはずなんですね。なのでこれは変えていきたいと思います。まあ、そして3番人気レーヌミノル。まあ、この馬はね、消していきたいと思います。まあ、あの小倉記念勝ったようにね、あの、競馬プリは芝1200の小倉記念が一番強さを見せた。まあまあ、あのつまりスプリンターですから、まあ、徐々にマイルは厳しくなってくる、マイルで得意という馬が増えてくるに従って、まあ、阪神ジュベナイル3着ですけどね、まあ、怖いですけど、ここは決していって面白いかなというふうに思っております。まあ、そして4番人気アイロリット、この馬もね、どっちかというと短めの距離を使ってきた馬、フェアリーステークスでもね、負けてるような馬ですから、まあ、あのちょっとね、評価しづらいなということで、この2頭を消しておきたいと思います。まあ、そして、5番人気は勝ったから6番人気、キャナルストリート。まあ、この馬も決死ですね。まあ、ちょっとね、G1 クラスには完敗していると。まあ、あの、例えば、ソウルスターリングにね、0.8 秒差大敗なんていうキャリアで、その後の休み明けなんてことで言うとね、ちょっと実績的に足りないなということで消したいと思います。まあ、そして7番人気ディバインハイツ。この馬は買いですね。まあ、ちょっとね、一応この馬を新馬勝ちだけで抽選対象なんですけどもね。まあ、あの、血統的には十分狙えるオークスで、そのまま狙いたい馬ですのでね。あの、この馬も買っておきたいと思います。まあ、そして8番人気シンボリバーグ。この馬がね、新馬勝った後、未勝、特別で2戦連続2着ということで、そのね、2着馬のその後の戦績を追ったんですが、さほど強くないんですね。こうやって重賞戦線に出てくるなんていうレベルの馬じゃない馬に2戦連続で負けてる、勝ちきれてない。ちょっとまあ、狙いづらいんじゃないかなというふうに考えます。まあ、そして9番人気、東方愛です。まあ、前走ね、あの、新馬特別と連勝した後の重賞で大敗してるんですが、まあ、ここでね、2桁の大幅馬体減。まあ、これがね、あの、明確な敗因で、まあ、ここから間隔を空けてきた。まあ、ですので、クラシック戦線、ここで乗ってくるために、まあ、馬体重2桁プラスが、逆に活躍の条件だと思います。まあ、ですのでね、ここで9番人気とね、評価順を落とす。さらに、馬体重プラス、あの、例えば20キロぐらい増加して出てきてくれて、馬体重でさらに人気を落として、十何番人気で激走してくれたら、これはね、相当美味しいレースになるんじゃないかなと。いうことでね、ちょっとあのお金がない人はこの馬軸の分だけでも買ってみた方が面白いんじゃないかなというぐらい狙いどころだと思っております。以上ね、3連単5等ボックスだったら大体当たる発注でございました。